晦日編なんですけど、もう12月30日ですよ、はい、意味がわからない、意味わかんない、クリスマスも来たっけみたいなぐらいあれはあの1年に12回来るただの25日だアイシアってさ、うん、今年1月にデビューしたんだよね。そうだね、早いね、早いね、全然早いよ。私とニアちゃんもね12月にデビューしてるからね。あーちょっと信じられない今日もね、あの背景和風な感じで、部屋に年越してる感じの、はい、日本のさ独特のこの身代わりの速さっていうのがすごいよね。ついこの間までさ聖なる夜ですみたいな感じでさ、うんうん、欧米な感じでさやっていたのにさ、急にさ26日になるとはいじゃあ正月ですっていう感じで日本のクリスマスは短いね。そう考えると直前までほらハロウィンじゃん、うん、言ってさ、うん、ハロウィン終わってからの乗り換えも早いからさ、うん、実質クリスマス2ヶ月弱ある。